メグロイコール、馬、田んぼのあぜ道東京がルーツなのに、東京には、多くない、スノーマン、メグロレンの苗字の不思議漫画を原作として7月に、始まった、k ドラマ、トリリオンゲームで、主演を務めるスノーマンのメグロレン。メグロと聞くと誰でも想像をするのが、東京のメグロ。メグロレンも東京出身で、いかにもという感じである。確かに、メグロという名字のルーツは、 東京の目黒だが、実は、東京には、目黒という名字はそれほど多くはない。名字は、ルーツの場所に集中しているわけではない。そもそも、目黒とは何だろうか。目が黒いのは当たり前だが、実は、この、目は、目ではないとされている。目黒の由来には、諸説あるが、最も一般的で地元目黒区のサイトでも、紹介されているのが、目は、春馬の、目であるという説。 実際、目黒周辺には、駒場、駒沢、乗馬、下馬など、馬にちなむ地名が多い。そして、黒は、田んぼのあぜ道のこと。緑の広がる水田の中で、あぜ道は黒く見えたことから、黒と言われた。関東や東北では、あぜよりも、黒と言われることが多かった。この、目黒に対して、後から、目黒という漢字を当てたとされる。さて、 平安時代に、武蔵国には、小玉島という武士団が広がっていた。これは、埼玉県本城市小玉を本拠地として、今の埼玉県西部から東京にかけて広がっていた、同族集団で、その中の一部が、武蔵国荏原郡目黒、現在の目黒区に住んで、目黒を苗字とした。これが、目黒市の始まりである。